さんのインタビュー前も少し外で単車の撮影とかさせてもらったんですけど、はい、やっぱ顔出しとかはしてもらったら困るっていうような依頼をしてきたわけなんですよね、うん、で自分が聞いた限りだとその方は、暴走族に実際には入ったこともない、ほんで現在は旧車会として遊んでいるだけ、うん、にもかかわらず会社からのコンプラを気にせざるを得ない。これは別に誰かを批判してとかそういうことじゃなくて現実問題、これ、まあ、マッドマックスチャンネルとしてね、まあ、吉野和也チャンネルですよ言ってみれば。ただそれは、暴走族文化の紹介なんなりも、大きな柱になるわけじゃないですか、うん、そういうところでこの文化を紹介していくのに暴走族にも入ってない、旧社会で楽しんでるだけっていう人が気にしなきゃいけないっていう状況はカズさんからしたらどう思うんですか。ちょっと気にすぎなんじゃないかなと思うんですけど、彼マスクもしてたし、うん、それでバイクのちょっと紹介のところでこう説明してくださいって言ってただけなんで、うん、多分どうかなって、まあその人間的にまあいろいろいると思うんですけど、現実の社会的にはそういうのを気にしちゃってる人もいるのはでも仕方ないですよね。人の考えを変えるんじゃなくて、うん、社会一般からの暴走族文化に対することです。世間一般の目は多分昔よりもさらに厳しいと思います。その辺がちょっと逆に違うかなと思うのは、世間一般の人からすると暴走族なんていうのが今いるとは思ってないですよ。多分見かけないですから。いやちょっと突っ込ませてもらいますけど、暴走族今いるんですか。暴走族かどこかには多分郊外とかもう結構ねこの辺には今多分いないって聞きましたけど、多分どこかにはこう少数でもいるとは思うんですけど、メディアで騒がれているようなこう関東連合だったりとか、やっぱり世間一般のイメージっていうとそういうみんなが思ってることなんですけど、さっきも多分ここ来る前に話してた、多分そういうことを人の噂からこうやって広がってってるってあるじゃないですか、うんうん、多分本人たちはそうは思ってないかもなくても、うん、周りの人たちがそう思って、だから多分今さっき顔赤く見てたけどそこにはちょっと難しいって言ったのは、うん、多分そういう話をする、まあ僕の動画にこう出ることが多分そうなのかなって思うんですよね。例えば彼がバイクのこうやって紹介だけでマスクして、うん、あこれはこの色だけ変えたんですよっていう話だったらいいのかもしれないんですけど、うん、僕が暴走族の話を過激な内容もちょっと混じったりとか、うん、そういうところなのかなと思うんですけど、今日のワードで関東連合ってそもそもいないですよねっていう話が出たんですよね。ちょっと議論になってたんですけど、関東連合がいないってどういう意味なんですか。現役の人たちは、まあ、都内に限ってはですよ、現役の方たちは今はいないんじゃないですかね。関東連合、元関東連合だった人たちのことを関東連合、要するにみんなが関東連合って言うじゃないですか。例えばクラブに関東連合が来てた、まあ、OB の人なのかもしれないんですけど、現役の人はいないわけです。多分そういう話をしてたと思うんです。いやいや、俺は別に今母さんの話はすぐ納得できるんだけど、うん、さっきの話だと関東連合っていうのは警察やら何なりが、うん、そういう名称を言ってるだけで、関東連合なんて存在しないですよね。そうそうみたいな。だから同じことです。メディアとか警察とかが関東連合って言っていて、関東連合って名乗ってないですよっていう話ですよね。彼らは例えば二十歳超えたとか、うん、そういう人たちが俺ら関東連合だとは言わないと思うんですよ。それはいつの時代の基準で話してるんですか。もう最近でもそうじゃないですか。ここ何年かこういろいろメディアで取り上げられるようになってきたじゃないですか、うん、彼は今存在としてもう関東連合が消滅してるっていうのはもちろん大前提です。暴走族としての関東連合は多分都内に限ってはいないじゃないですか。暴走族もそうですし、うん、いわゆる、半グレ、いわゆるそれは多分メディアが作ったもので、多分それは自分たちが関東連合だとかっていうふうには言ってないと思うんですよ。言ってると思うんだよな誰か言ってました。
本とかでは関東連合を代表して、それこそカズさんの知り合いかどうかわかんないですけど柴田さんとか、はい、ああいう方たちは関東連合とはどういう組織だったかみたいなことを活字としてもだったかじゃないですか。だから元の話だったか。それで柴田さんの本の最後には、うん、僕は関東連合ではないって書いてあります。それで多分関東連合っていうのはブラックエンペラーとかマッドスペシャルとか鬼面刀とかそういったチームに構成されてて、柴田さん、あんまり名前これもどうかわかんないけど、柴田さんとかのニャマイブレン隊っていうのは友好団体だったと思うんですよね。いわゆるでも現実問題としてね、はい、暴走族ではなくてまた暴力団でもなくて半グレ、いわゆるですけど正式名称では準暴力団ですか。準暴力団っていうことでドラゴンと関東連合は指定されてますよ。ということは存在はされてるんじゃないですか。けど彼らが名乗ってるっていうのは俺は聞いたことはない。そうなんですか、うん、だってああやって例えば成功されてる人とかもいるじゃないですか、うん、関東連合だからって言ってなんか得あるかな。いやもちろん、ああそうなのかな。二十歳超えて成人されて正義を持ってる人が、それ関東連合なんだっていうのはあんまり聞かないんですよね。じゃあなぜ、準暴力団とかに指定されちゃってるんですかね。だからその警察とかメディアじゃないですかね。僕が思うのはそうだと思うんですよね、だって最近そうなってきたじゃない。例えばこうどっかのスペクターの人が殺人事件を起こしたって、そしたら元何々スペクターってニュースで出るようになった。知ってます？全然知らないです。知らない、あるんですよ、元何々スペクター。僕自分のビデオでも話したことあるんですけど、僕みたいなおっさんが電車で痴漢に間違われて、元松戸スペクターって出るかな、本当ですかそれ。いや僕のは、いやもちろんそれは例え分かりますけど、その どこかのなんか殺人事件とかに まつわるような、人が捕まった時に、元何々スペクターって出たんですよ。それは、その人たちはそうは言ってないと思うんですよ、それはそうですね、だから、例えば、何年か前に近江海老蔵さんの事件があった時に、それだって彼らも成人されてて、そこでこう元って多分そこから出たんだと思うんですよね。その前から有名ですけど、けどメディアでそういうふうに言うようになったのは、僕の記憶ではその頃からかなと思うんです。メディアはそうかもしれないですけど、カズさんはじゃああれ、雑誌とかにも多く関わってこられて、まあ、いわゆる関東連合の人たちとも、交流や接点はあったですよね。少なからず、はあ、でもそういう人たちがもういわゆる暴走族の関東連合とは別でですね、関東連合っていうものを名乗ってる人間はいないっていう認識なんですか。いなかった。そうなんだ。逆に彼らのメディアを一切こう出ないって、まあ、出てもらった人もいますけど、一番売れた関東連合の本とかあるじゃないですか、ああいう中では発言として関東連合はなんとかかんとかとかいう関東連合のいわゆる看板みたいなのを背負ってるような発言を見たような気がするんですけどね。いや、僕は分かんないんですけど、とにかくこうその元々やっぱ彼ら売れてて、その10代の頃に家族を都内でやったって、それでそこからこうみんな周りがこうやってすごいこう、まあ、恐れるじゃないですか、そこからこう関東連合関連って呼んでる若い子たちもいます。その人たちが昨日クラブに来てたとか、どこどこで飲んでたみたいな噂話になるぐらい、それがこうどんどん広がってって、こう作られていったものかなと思うんですよね。だから別に本人たちは自分がこうだとかっていうのはないんですけど、元どこどこのチームに所属してたとか、まあ、関東連合の誰々だとかっていうので、多分みんながこうあれしてるんじゃないかなと思うんですよね。
周りが、うん、じゃあいわゆる18歳過ぎてとか、うん、成人過ぎた後に、関東連合っていう組織が継続して活動してたっていうのは、うん、カズさんの中ではない認識なんですね。何誰かの分だったか忘れましたけど、うん、関東連合のビルを建てたっていうようなことがなんか本では書いてあったような気がしたんですよ、ね、うん、まあそれは嘘か本当か分かんないですけど、はいはいはい、うん、そこは見ましたけど、うんうん、そうなんですね。シナを売れとか、それだけ顔面に蹴り上げられたりとか、名だたる東京の成増皆殺しとか、うん、すごい有名なチームだけを取り上げてたんですよ、うん、ここに来た奴らがこうやって道塞いでるんですよ、うん、もう健康法だと思って、うん、なんだこの野郎って、うん、僕が立ち上がら降りてってかっこいいんですよ、ウォースって言ってきて、こうやって肩広げて待ってるんですよ。キングショアリーキャッツのこう書いた、うん、それにブーツ履いた女の子がいて、うん、